疲れるが、武器で私を傷つけるとき何を感じるのかしら。本気で行くよ。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。あいつらを通さなければいいんだよね。思ってた。リンゴちゃん、意志を言語にするは規律。指定の座標に到着。待機中。チェーンソーのうなり声が聞こえる。怖がらない。動画たちすぐに着くから。誰のことを怪我はさせません。思ってたよりちょっと大変。さあどうした。さっさとやっちゃおう。無駄な犠牲だって、代価のない勝利だって存在しないんだ。